まあ、私自身が、ここ清里出身でですね、ここの土地で育ったっていうのもありますし、向こうの、東京の方で、レストランをやっていて、いつかは、まあ、こっちで、まあ、こういう宿をやりたいなっていう思いがありまして、建物自体は、1985年の建物ですね。で、オーナーがその前に2代3代ぐらいいらっしゃって、私たちが4代目ということでやってます。ダブルのお部屋とトリプルのお部屋が、まあ、全部で12部屋13部屋ですねありまして、まあ、ちょっと時代のニーズに合わせて、2022年ですね、改装予定をしております。まあ、山梨ということで、まあ、ここは本当長野に近い山梨なので、まあ、八ヶ岳の食材をですねふんだんに使った、フレンチを、まあ、重きに置いているんですけども、前菜がですね、まあ、三山さんの湧水マスですね、湧き水で育ったマスのマリネをお出しします。で、まあ、今ちょっと時期が春なので、ちょっと春野菜のサラダと、金柑ですね、金柑を使ったソースを、お出しします。お魚がですね、マダイですね、旬なので、マダイにですね、クルスティアンといってちょっとカリカリっとした食感のローストをしまして、春菊と新玉ねぎの、ソースでお出しします。お肉がですね、フランス産のメスガモの、ロティですね、それに合わせるのが勝沼産の、赤ワインですね、赤ワインをふんだんに使ったソースですね。まあ、2人で、僕2人でサービスしてるんですけど、まあ、私がまあ料理担当して、妻がまあ料理を提供して、まあ、お酒なんかも妻が提供してます。あと山梨とかここら辺、長野、隣の長野とかはワインがすごい有名なので、うちの料理とワインと一緒に召し上がっていただければすごいいいと思います。やっぱり、まあ、旅っていうのはこう英気を養うというか、やっぱりこの豊かな土地でですね、大いにリラックスをしてもらって、美味しいものを食べてエネルギーを充電して、やっぱり自分の地元に帰ってほしいなという思いがありますね。やっぱり食べてほしいですよ、ね、あの私が作ったウーロンはちょっと出したい。